アネット・コンタベートは、エストニア・タリン出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス3勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス14位、ダブルス95位。身長174メートル、体重65キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。テニスコーチの母親の手ほどきで6歳からテニスを、始める。 ジュニア時代は2012年、全米オープンジュニア女子シングルスで準優勝している。四大大会では2015年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり初出場。全米オープンでも予選を勝ち上がり4回戦まで進出したが、ビーナス・ウィリアムズに26、16で敗れた。2017年4月のレディース・オープンルガーノで初の決勝進出を果たしたが、準優勝だった。 BNL イタリア国際では2回戦で、当時1位のアンゲリック・ケルバーを6-4、6-0で破る君を挙げ、ベスト8に進出した。6月のロスマーレングラスコート選手権、決勝でナタリア・ビクトリアンセワを6-2、6-3で破り、ツアー初優勝を果たした。2018年は、前後オープンと前仏オープンで4回戦に進出。武漢オープンで準優勝した。 2019年は、マイアミオープンでベスト4入り。ポルシェテニスグランプリでは、ビクトリア・アザレンからを下して決勝に進出したが、ペトラ・クビトバに敗れ準優勝。2020年全豪オープンは、第6シードのベリンダ・ベンチッチラに勝利してベスト8入り。準々決勝で、シモナ・ハレプに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。